はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、SG1 じゃない、 CG1 グランプリね、カレ牛1グランプリ、第2回ですね。今回は、今日はね、どこで買ってきたかというと、中尾さん買ってきましたよということでございますね。早速ね、食べながらね、前回が、どこだったっけ？松屋か。ね、やって食べましたけど、ね、どれぐらい違うのかね、ちょっとそのあたりとかも比較しながらね、今回のやつはね、なしてカレー牛の比較でありね、そしてカレー単品とね、牛丼単品のね、違いともね、味わえるということなんで、ね、そのあたりとかも総合的に見るということでね、一日ね、置いて考えてみたんですけど、昨日ね、松屋のやつを、取って食べて、今日もね、一日だったんですけど、いや、これはいい企画なんじゃないかと、自分に言い聞かせてですね、思ってますよ。一日経ってみて、この企画、しゃばくねとか思ってませんからね、大丈夫だと思ってね、私は突き進んでいきますんでね、よろしくお願いいたします。ということでね、早速、中尾さんのやつね、食べていきましょう。さあ、ということでね、買ってきたやつ出していきますけどね、何かパンネルがあるんです。牛丼はこんな感じですね。あ、ちなみに値段から先言っとこうか。値段はね、2つ合わせて980円でしたね。ここはもともとカレー牛っていうメニューがなくて、カレーの単品と牛丼の単品、もともと単品。で、カレーの方はカツカレーとかは、680円、690円だったっけ？であるんですけど、それがね、牛が乗ったやつっていうのは実は置いてないんですよね。まあ、牛丼ガムだったらね、そのまま置いといてもいいんじゃないのって思うんですけど、中尾さんはメニューとしてはないみたいです。で、合計が、牛丼が490円と、カレーが490円。両方とも490円で、かける2で980円ってなってますね。ですので、この前、松屋さんで買ってきたときは、380と480で、860円でしたよね。ですから、カレーは10円アップ。で、牛丼の方は110円アップか。になるよっていうことで、合計で120円プラスの、980円ってなってます。前回の松屋さんは900、860円でしたからね。このあたりの差がね、どういうふうに出てくるのか。カレーの方ですね、牛丼はパッと見た感じ、重さ量もそんなに、松屋さんとはあまり変わりがないのかなという感じですね。で、カレーはこんな感じですね。なるほど。多分ね、これね、上から見るとちょっとご飯の量少なくねっていう感じに見えるかなと思いますけど、結構そこがあるんですね。これ、こっち側にしたらいい。意外とそこがあるんで、そこまでご飯が少ないってわけではなさそうですね。こういうふうにしてカレーライスの皿みたいな感じで分かれてるっていうのも、前回のね、松屋さんの場合は、丼みたいにね、上下になっとって、それをパカッと分けてね、セパレートして食べるよ。まあ、もしくは上にギャーとかけて食べるよって感じですけど、今回は分かれてるんで、これをね、合わせて食べるのにも、どうかな。どっちの方がやりやすいな。そのあたりもね、実際に食べながらね、検証していきましょう。よし。なるほど。カレー弁当で買うの初めてだな。こんな感じになってるんですね。で、スープもね。あ、スプーンもあれだ。先までスプーンなんだ。こんな感じのね。スガキやスプーンみたいな感じですね。多分あれですね。カツカレーとかがメニューにあるんで、その兼ね合いでカツとかも食べやすいようにっていう想定なんでしょうね。よいしょ。で、紅生姜はこうやってくっつけたらタイプね。そう。中尾さんっていうと、親子丼のね、イメージが、強くて、牛丼のイメージが薄い ですけど、ね、もともとちゃんと牛丼ありますからね。で、すっかり親子丼の方が有名になってて、そっちの方が差別化できるんでね、親子丼の方がすっかり、主流な感じになってますけどね。福神漬けの量は、松屋さんの方が多いかなっていう気がしますね。かなりちょこんと、いう感じで乗ってますね。ここにちょこんって感じですね。さあ、じゃあいただいていきましょう。いただきます。カレーは、まあ、カレーは食ったことありますんでね。で、ここはあれなんですね。もう何でもさっとできるように、山椒とあれが一緒に入った、
ちょっとまあ、前哨さんらしいじゃ前哨さんらしいですね。スキアとかと同じような感じで、キットになって、そのままもう入れたら出来上がりますよって、ワンセットになりますよっていうんで、最初ももう入れちゃうんですね。そっか、親子丼使ったりもするのかな、うん、とは、うな丼とかもあるんでっていうことでしょうね。面白いですね。で、逆に牛丼用の、紅生姜は別になってるんですね。親子丼とかがやっぱ主体になるよっていうような組み方なんでしょうね。すき家さんのやつだったらね、もう牛丼前提なんで、必ず紅生姜が、入る前提のキットにしてありますもんね。そういうの分けてあるんですよ。前哨とね、ちゃんと分け、前哨じゃない。同じ前哨だから、すき家なんかで分けてるんですね。じゃあ、早速いただきましょう。いただきます。まずは、じゃあ、牛丼単品でいただいていきましょうね。牛の量は、松屋さんのがなんかちょっと正直多いかなっていう気はしますね。うん。こっちの方のが値段は高いんですけどね。早速いただいておきましょう。実は一番慣れ親しんだ味かもしれない。まあ、松屋の方のが食べ始めたの早いかな。高校の時から食べてますもんね、松屋は。中尾は、生まれこそ四日市にはありますけど、昔はなくてね。で、大学生の時に、五基礎っていう駅が、昭和区の、昭和区役所の前のところですね。のところに、五基礎っていうところ、駅があって、その五基礎の交差点のところに、実は中尾があったんですよね。で、ちょうど五基礎だと、桜通り線でね、行って、そこから乗り換えるっていう時に、五基礎で乗り換えするんで、その時にね、もう上に上がって、中尾で一飯食って、大学に行くか帰るかとかっていうふうにしとった時期があるんで。なんで、大学時代に一番間違いなく、ダントツで食っとったのは中尾ですね。うん。ちょうどね、駅上がってすぐのところで。で、乗り換えもね、丸の内よりもあっちの、五基礎の方が便利なんですよね。なんでよく使ってました。さあ、じゃあ、こっちのカレーの方もね、いただいていきましょう。もうちょっと前にした方がいいの？よし。難しいね。この、キーボードのある位置くらいまで持ってった方のがいいのか。そうすると、今度逆に食いにくくなるから。食べるときはこっちに持ってくる。めんどくせえな、うん、よいしょ。じゃあいただきます。うん、あ、うまい。うん、おいしいですね。カレーは最近リニューアル、ちょっと前にリニューアルがあってね、まあ昔のあのビーフカレーもね、美味しくてね、好きだったんですけどね、今回の、なんか新しくチキンになってね、まあ多分原価の問題とかがあったんでしょうけどね、うん。そう、あのビーフのやつがね、すごく美味しくて、あのビーフがゴロッとしてるのと、カツカレーを乗せれるとね、すごくいいなっていう感じだったんですけど、まあこのね、チキンになってからちょっとスパイシーな感じでね、うん。これはこれでね、まあ、美味しいのは美味しいですよね。まあ正直あのビーフの方なんか正直、美味しかったかなっていう気はするんですけどね。あっちに戻りますよって言うんだったら全然それは喜ぶところではあるんですけど。まあでも多分価格的に難しいんでしょうね。うん。美味しい。で、こっからですよ、本題はね。このカレーを、牛丼にかけたらどうなるのかってことでございますね。よいしょ。いっちゃいましょう。うわ、よいしょ。たまらんすね。いただきます。うん。あ、うま。あ、結構カレーが勝ちますね。スパイシー感で言うと松屋の方がスパイシーさがあるんですけど、なんだろう、牛が、そこまであれかな、主張が少ないのかな、タレの。うん。牛丼の方が、やっぱり、
牛丼も墜落にした方のが結局カレー牛としての楽しみ方はできるのかもしれません。あっちの墜の方が強いのかもしれませんね、うん、お肉自体よりもお肉は結局カレー味になっちゃいますからね。で、行くと確かにちょっとつゆ少なめなんですよね、中部は。ああ、なんでカレーが強くなる感じがありますね。じゃあ今日はどうしようかな。とりあえず酒もね、もう仕事終わりなんでね、買ってきてますけどね。氷結、この前ね、氷結じゃなくてセブンのやつだったんで、今回はね、ちょっと氷結の方買ってきましたよ。氷結の 9% と、無糖の 9% ね。最近無糖本当に増えてますよね。無糖の 9%。やっぱデザイン似てるよな。と、無糖の 7%。これね、なかなかね、本当9と7ね、デザインが似てるんでね。うん。なかなか分かりにくいですよ。9の方がちょっと泡みが強いんですね。ラフのね、っていう感じで 9%、7% と。で、あとね、ちょっとグリーンな感じの。グレープフルーツの無糖も最近出てるんですね。そうそうそう。なんでね、これも買いました。で、3本ね、伸び比べしながら、カレー牛に一番合うね、レモンサワーもね、見つけていきたいところですからね。うん。普通カレー食いながら、ちなみに 9% 開けたんですね、私。はい、9% 行きましょう。ねえ。じゃあ、早速、残り食っていきましょう。で、ふと思ったんですよね。他の人たちって食べる動画撮るときってどうやってやってるかなって、改めてね、ちょっといろんな YouTuber さん見直してみたんですけど、飛ばしてるか結構早送りにしてる人多いんですよね。まあ、口入れちゃうと喋れないですからね、基本的に。こういうのがちょっとペチャペチャになっちゃうんで。うん。はい、もう、早送りにしちゃうか、耐久系のやつやってる人は早送りが多くて、耐久じゃない場合にはカットをしてる場合が多いのかなっていう感じですね。うん。もしくはもうやっぱゆっくり喋りながら撮るよっていう感じ。複数で撮ってる人の場合はそのパターンもあるのかっていう感じですね。まあこんな感じで、とりあえず食い進めていこうと思います。うん。サワーともあんな。なんか雑談することできたら、あれするし、なかったらこのままちょっと、YouTube 動画とか見ながらね、いつもの感じですね。このね、作ってる間にね、動画、他のね、YouTuber さんの動画見たり、それか、自分のね、資料のやつ、ちょっと長編のやつやるときはね、流しっぱなしにして、こういう感じのディレクションにしようかなというのをね、再チェックしながらやるときもあるんですけど、今のやつはもう、この後やる予定が、大体もう頭の構造もできてるんで、ディレクションできてるんで、まあ、特に見る必要もないんで、っていうか、スマホで撮ってるやつね、長い、元データになってないですよね。ブチブチブチって感じの元データのやつを繋いでいくだけなんで、そんなに難しくないんでね。うん。まあ、それはそれで、繋ぎで入れないといけないんで、連続性をね、どうやって持たせるかとかっていうところはあるんですけどね。うん。見てチェックするっていうもんではないですね。実際に来たデータをすり合わせて、もうそのまま直接作ってた方が早いですかね。じゃあちょっと。チェックしながら進めていきたいと思います。早送りかな。さあ、じゃあね、だいぶ食べ進めてきたんで、ドッキングしたいと思います。メンドッキングですね。よいしょ。だいぶ牛が結構配分ミスったな、食べる。うん。単純に牛肉と鶏の量が夏やのが多いのかなという気はしますね。うん。ちょっとこっちの方合わせるときに。さあ、食べました。ごちそうさまでした。さあ、ってことでね、まあ食べ終わった感想ですけど、なんというか、牛肉の入ったカレーみたいな感じになりましたね。なんだろう、カレー牛というよりは、うん。なんだろう、
松屋ってもともと牛めしの味が薄いかなってずっと思ってたんですけど、多分中尾の方のが薄いのかなっていう感じは あるんですね。まあ、だから多分うち好きなんだと思います。薄味な方の方が結構好むとかあるんで、っていうのもあるんですけど、うん。で、ですので、そのカレーと合わせるってなった時に、多分やっぱカレーと合わせることを全然作ってないんですよね。すき家みたいにカレー牛とかっていうメニューがあると、そのあたりの、考察があるんでしょうけど、中の方がないんで、ですから牛丼牛丼でっていう感じの、特技になってるのかな。で、結果的にカレー、が、松屋ほどではないですけど、そのスパイシー感がそこそこある感じの、ね、カレーになってるんで、結果的に結構カレーが強くなってるんで、牛肉入りのカレーみたいな感じに、なったかなって感じがします。で、ご飯の量は、なんだろう、松屋の方がちょっと少ないのかな、単純にあれかな、酒飲んでる量の差かなっていう気もするんですけど、ただご飯の量は、多分ね、入れ物見てもちょっとちっちゃいと思うんですよね。うん。ですから、そのサイズ的にはちょっと、下がる感じがあるのかなっていう、感じがありますね。ですので、まあ確かに、なんだろう、まああまりその、やっぱカレーと牛 を一緒に食うっていうのをあまり想定してないのかなっていうのもあるし、で、どちらかというと、その、がっつり食う人は、うどんをつけましょうねっていう感じがありますよ。親子丼と、ね、ハイカラうどんをつけるみたいなのが、がっつり食うパターンの、まあ、定番みたいなところがあるんで、そこで行くと、ご飯物同士で合わせるみたいなね、メガサイズのご飯みたいな感じのイメージでは、想定をしてないところがあるのかなっていうところなんで、まあ、松屋さん、中尾さんの場合は、別々に食った方がいいかなって気がします。もしくは、普通に680円のカツカレーとか、そっちの方行った方がお得で、ね、で、ご飯を大盛りにしたら740円ぐらいくれ、ね、いけるんでっていう感じの方がいいのかもしれませんね。うん。丼分に入っていうのは、そうですね。あまり、適正が合ってない感じはありましたねっていうところですね。まあですから、松屋だと、それなりにコスパがあれかなっていう感じで、もう見てね、860円でこれだけご飯が食べられて、で、牛肉もこれだけ乗ってっていう感じがあるところに行くと、まあ単純に980円ですからね、っていうふうに考えると、じゃあ、カツカレーとかの方がだったら680円で食えるし、いいのかなっていう感じがしますね。ですので、おすすめカツカレーという結論になりましたね。ということでございます。まあ中尾はこんな感じでしたよということでございますね。まああとはもしくはやっぱり中尾の場合は、ガッツリ行くなら、うどんっていうね、定番、ハイカラうどんっていうね、強力なやつがあるんで、そっちでガッツリ行くなら、やはり、ハイカラうどんと親子丼、もしくは牛丼とかというような組み合わせで行くといいんじゃないかな、という気がしました。ということで、今日はね、こんな結論でございます。最終的にチャンピオンは、4店舗、あと2店舗か、吉野家とすき家食べて、で、一応チャンピオン決めるんだっけ？なんかそんな話したっけ？もう覚えてねえや。まあ一応とりあえずその中でね、一番おすすめのやつを選びましょう。あとはあれか、単品のちゃんとしたカレー牛も一回比較で食ってみないとね、いけませんし。で、いうので一旦終わらせて、で、プラスアルファね、なんだか、あれか、コンビニとかでやったらいいのか、コンビニでカレーと牛丼売ってるやつと単品同士で買って合わせたら、のと比較してもいいかもしれませんしね。カレーがあるって言ったら、セブンとかだったらいい値段になるよな。あ、でも、あれだ、ファミマだとカレー298円であるから、298円とかやべえんだったら700パぐらいでいける、800円ぐらいでいけるから、ちょっとワンチャンあるかもしれませんね。うん、とかっていうのはもうね、思いつく限りでね。まあ、それがね、家でね、ご飯炊いてね、やるのが一番コスパいいんですけど、牛丼の素と、あれもね、買ってきてね、カレー、冷凍のカレーをね、ビチャーってしたのが一番安くて、とりあえずできる。そういうの、あ、つうか、そういうような組み合わせいっぱいできてくるじゃん。おいろんなパターン作れるな。よし、カレー牛で、もうちょっとしこるか。よし。という感じでね、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。